ここは猫が住む町、キャットストリート。おや、どうやら困っている猫がいるようです。うーん、困ったにゃ。どうしたの？僕たち猫の魅力を人間に知ってもらうにはどうしたらいいかな。そうだにゃ。そうだ、ここに人間たちを招待しよう。キャットストリートに人間を？たまにはいいじゃない。それじゃあ人間たちを招待してくるよ。行ってきます。
バカは座席の下にお戻しください。では難易度を上げていきましょう。次に使うのはこちら、このワンパンを使って高さのあるハイジャンプに挑戦です。ではいきますよ、ピアノエール、バカよく見てジャンプエール、オッケー。というと前足が器用なことでも有名です。ということで次に使う道具はこちら。音の鳴るボタン。このボタンを前足で押して私の質問に答えてもらいます。ではボタンはここにセットして早速挑戦する猫を呼んでみましょう。ミヤコ、私の後ろ側から登場。やってきたのは3つの女の子、お名前みやこと言います。ではみやこちゃんにはまずこの質問から聞いてみましょう。みやこちゃん、今日の調子はどうですか？はいやん。嘘でしょ。いやいや頑張ってもらいましょう。みやこちゃん好きなもの聞いてみようかな。みやこちゃん行くよ。みやこちゃんいつも食べてるキャットフードは好き？食べてんの、おかしいですね。あ、わかった、今食べてるおやつのが好きかも。みやこちゃんおやつ好きかも聞いてないのバス。いやいやいや、あ、わかりましたよ。最後は絶対丸の質問を聞きます。いいですかみやこちゃん、私のこと好きだよね。できました。ほらほら、よかったよかった。もう一回確認のために聞いてみましょうか。みやこちゃん、いや、どっち？仕方ないな、みやこちゃん、こういうことだよね。分かってる分かってる。みやこちゃん、選択肢1つ、私のこと大好き。大好き。大好きだよね。できました。ということで、前足の器用さを披露したのはミックスのみやこでした。バイバーイ。さあどんどん行きますよ。次に使う道具はこちら、小さなボール。猫は動くものを追いかける習性、狩りの本能を持っています。次の猫にはこのボールを獲物に見立てて狩りの様子を披露してもらいましょう。さあそれでは皆さん、あちらの魚を目にご注目、やってみましょう。ウーロン。さあやってきたのはベンガルのウーロン。もしもの失礼、開けてきました。猫というとバランス感覚が優れていることでも有名です。ということで次に使う道具はこちら、細い丸太。この丸太になんと4本足で乗ってもらいます。では丸太はここにセットしておきましょう。はい、セット完了。あれでも挑戦する猫が見当たりません。実は自分の出番が楽しみでステージのどこかで待っているようです。皆さん猫見かけてませんか？あの猫寝てるだけ。どこから来るかな。足音聞こえてきてますよ。ほらどこどこどこ、ほらほら、どこから来るかな。ほら小さな足音が聞こえてた。見てました。
で皆さんもう一度ご覧ください。飲んで飲んで飲んで、さあ素晴らしい、ここまで来たら帰ってきました。何か笑ってませんでした？ちょっとおかしいな、ラッパちゃん笑われてたよ。今度反対側で挑戦しましょうか。ではラッパちゃん反対側でもう一度素晴らしいバランス感覚を見てもらいましょう。まずは乗ってみて、乗って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 、さあどうですか、見てください。何回見ても2本足です。後ろ足サボってる、バランス関係ない。乗って転がして転がして、ここまで来たところで丸太乗りならぬ丸太転がしでした。いやーちょっとラッパちゃん乗ってなかったですね。少し細すぎたみたいです。丸太は片付けましょう。もう少し大きなものならきっと乗ることができると思うんです。ということで次に使う道具はこちら。うわー大きなボウリング、これなら乗れそうですね。ではここにセットしましょう。あれでもラッパちゃん帰っちゃいましたね。もう一回